ドリブルで突破だ。行くぜ、水着。なんて速いフェイントだ。監督、最初からあんなに飛ばして、キャプテン大丈夫でしょうか。今は何とも言えん。とにかく15分過ぎまで様子を見よう。どうか何も起こりませんように。浦部君、伊沢君をフェイントで抜き、ゴールまであとわずか。三井君、シュートレンジに入ってきたぞ。おっと、しかし翼君が追いついてきた。よし、キャプテン。おっと、これを水井くんジャンプしてかわした。よし、もう一度止めに来ると。やはり君とは全力を出し切って戦わなければいけないようだ。やっぱりすごいや、三杉君は。まだまだいろんなテクニックを出してきそうだ。この試合は一瞬たりとも気を抜けないぞ。